歌と笑いで人気を取った鈴木靖史の登場です。トヨさんと同じの着てきてほら。そう、今日ペアでね、トヨさんやるっつったんだよ。同じの着て。おいでよ。そうなの一緒に。何が言ってんの。怖い、まあ。さあ、だって今有名だよ。プロゴルファーだよな、じんちゃんな。そうですよ。いえ、じゃあ何ですか、そのプロゴルファー猿っていうような言い方してるじゃないですか。失礼じゃないですか、君はさん。ね、あた珍しいっすよ、あたいきなりホールインワンなんかね。ねえ、いろいろありましたけど、いや本当にお変わりなく本当にもうね、スーパースリーなんて声やってましたね。スーパースリーって漫画をひょいと覚えてる人いるのかしら。今一緒にやったもんね、あてこのね、声優声をね。そうだよ、あれだって20年より前になっちゃうね。もうもっと30年くらいお互いに中学卒業したての頃ですもん。そうだよ、そうだよ。ねえ、知りません。テレビなんだよ。いやでもね、いや今ね、やすしがね、出てくるとこからこうずっと見てたけどね、変わんない。変わんでしょ。大したわね、若いね。本当に変わんない。ただね、ただあんだけね、握手したりあんだけほら動くと、明日腰が心配なんだよ。腰が心配。でも握手した人はみんな大体平均年齢大体分かってますもんね。分かってます。ふっとこう触ると分かるの。ねえ、金管の民謡っていう感じでございます。なんだそれ。そんなことはないです。皆さんもそれぞれ思い当たる節とかね、懐かしい話もあると思います。それじゃあこれだけ揃ったんだから、もう一回ジェニーリますか。ジェニーリます。ねえ、それじゃあやったから、それじゃあ行きましょう。じゃあよろしくお願いします。せーの。ジェニー、ジェニー、ジェニー、金貸したらの家だぜ。ジェニー、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 Jenny, Jenny, 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 Jenny